はい、プレイしていきたいと思います。 7 days to die というわけでね、前回ここあさって、下の階まで行ったんだっけ。で、まあここ開けました。で、上までずっと開けてインメントリも整理してきたので、今回こっちの階から探索していきたいと思います。だよね、うん、こっちの階からだよね。やっていこうか。なんて、ケミカル、うわ、いちょ、読ませよ。ほい。いやー、避けられた。ダメな、こりゃ。狙おう、ちゃんと、はい。はい、絶対当たるでしょう、狙ったら。OK。で、ケミカルデポット。ということらしいです。よいしょ。どうしようかな。いらないやつは分解していこうか。スクラップの、うん、スクラップでいいよね。そろそろヘルメットっていうのが出てきてもいいと思うんだけどな。よし、ちょっと、ちょっと待ってね。どうしよう、セキュアボックス下だっけ。もうちょっと漁ってから行こうか。よいしょ、ダンボール。もうちょっとだけ、もうちょっとだけ漁ってから行きましょう。どこで殴ってんの、あなた。あ、工人さんね、工人さん。なるほど。待って、後ろ。いねえよな。あ、いた。いるけどいない。よし。とりあえず軽く漁ってから、行きましょう。もうちょっと奥だった。こっちの角はいない。前いたよね、ここにね。おお、もう一発。あっ、避けられた。ナイフでいいわ、これ。あ、ちょ、お前どこから通ってくん。よしスクラップでいいか。で、とりあえずここクリアリングしようか。ね。もう起きちゃったらいいわ。とりあえずクリアリングしましょう。よいしょ。OK かな。で、これ多分ね、あれないのかな、ここは。前この中漁れるのあったよね。横がなんかボコンってへこんでて、そこ殴ったら穴開くっていう。あ、へこんでる。で、全部にカバンかなんか入ってるんでしょ。いいね。いらない。よいしょ、もう一丁。よいしょ。ほい。で、この裏、こいつはどこだ。横か、横だな。どっち下かな。見えないけど、とりあえずあるのは分かった。こっちの方がまだ見やすい。なんだよ、なんもないじゃん。全部開けたよね、もうね。うん、行こう。そういえば2階に、あれ忘れてきたっつったな。コメントいただいて、2階に、ビーカー忘れ、あ、なんか壊しちゃった、上にあるの。ビーカー忘れてきたらしいんで、覚えてるうちに回収したいけど、多分忘れちゃうだろうな。
怖いねー。よいしょ。そっか、上もチェックしないとゾンビ降ってくるかもしれないよね。トイレかい、トイレかい、トイレかい。リリース、ヘルメットのレシピ。アロエ、アロエはいる？いる、めっちゃいる。アロエめっちゃいる、アロエめっちゃいる。何よりもいる多分。まだ一個も持ってないもんね、砂漠行ってないから。このアロエは大切に増やさないといけないですわ。で、どっから来たんだっけ俺。あっちから来たから、こっちか。ここ嫌やな、なんか。なんかゾンビ大量にいそうな部屋やな。いないか。いないね。怖い。あれゾンビ？違う。ほい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 。うわー怖え。くれー。ちょっと一回松明置くか。ピッケルピッケル。よし。ピッケル、ピッケルはインベントリーに入れときたいかな。これとこれチェンジしようか。もうスチールそろそろリペアしないとやばいな。お、なんかいっぱい入ってる。いいね、あっち。裏から回れるのかな。あ、こっち。犬。犬じゃねえな。犬がいるわけねえじゃん。いる犬いた。本当に犬いた。びっくりした。犬いるんかい。いるわけないじゃん、彼の。いた。待て待て待て、バカバカバカ、お前。それ壊されたら困るよ、俺。本当に犬いた。あ、いらっしゃいませ。実は今、ライブしながらやってるんです。録画なんだけどね。さんがたくさん来てていらっしゃいませ。ちょっと返事はね、ライブでの録画の合間にしかできないかもしれないですけど、夜に出す動画の録画やっております。あー、どうしよう。もうスクラップでいいよね、こんなんね。これは売っ払う。これいらない。20か、燃料20か。あ、これって意外といい値段ついてるんじゃね。これ作ってトレーダーに売っ払う？ああ、これもうピッケル壊れるな、そろそろ。サダコが中にいるわけないじゃん。中にいるわけないじゃん。サーチ。よいしょ。これどっから回ってくるんだ。向こうから回ってくる感じか。多分こんな無理して壊す場面ってあんまりないと思うんだよね。ここコーンは持ってるんでいりません。いや、一回で貞子は暴れてる。ちょっと貞子は嫌だな。でもここから降りるのもめんどくさいし、どうしたものか。何ここ、こっから飛び降りれって話。さっきのところ行くときに。やだよ。うわぁ、なんかすんげえ変な場所。すーごい怖いね。何ここ。なんもないじゃん。あ、いや、なんかある。で、これ下見る勇気ないんだけど。あ、ダメだ。画面に乗り出しても何も見えねえよ。うっ。
ゾンビ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 。ちょっと一回下下。何ここ何ここ何ここ。超気になる。超気になるけどとりあえず下行こうか。いた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 。もう一発。ああ。あ、こっちの方が見やすい。ちょ、当たるね。あ、ダメだ。下の貞子が気になって仕方ない。はい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 。そっち？今です。無理だな。あ、開けるなら開けろ。ん？何なんだ、ここ。なんか、へこんでるよね、ここね。なんなんだ、ここは。よし。あ、蜂蜜。蜂蜜ちょっと持ち帰りたいんで、こうかな。これ食べちゃうか。食べちゃうか。よし。で、ここの下気に、だから画面に乗り出しても下見えないんだって。これの中よ、これの中。これの中はどうなってるのかっていう話なんだよ。あー、下の貞子は気になる。下の貞子はめっちゃ気になる。スクラップも、これスクラップだ。うん、スクラップだ。うん、スクラップでいいわ。いや、これスクラップできないな。くらっ。ふぅ。ちょっと待って、ちょっと待って。怖っ。下の貞子がやっぱり気になって俺どうしようもねえ。あ、壊せない。あ、こう、テレビ行こう。ダンボールぶっ壊すとこだった。なんとも言えない声が出てしまって、ダンボール壊しそうになって。やばい、貞子が俺の気を散らしてくる。俺どっから来たんだ今。どっから来たんだ。こっから来たよね。ダメだ、貞子めっちゃ気になるわ、これ。かといって戻るかって言ったら。一回すごいことなってるんだけど。やっぱこっちは空いてるじゃん。上からアクセスする必要なかー、壊れたー。これ貴重なんで持っとくでしょ。これ捨てようか。ダメだ、俺一回行かないと。はい？はい？壊れてるけど。エフェクトがなんか遅れてきてる。やべえやべえ。1階が貞子祭りになっております。あ、待って、なんだあっち、あれがあるぞ。お、ラッキー。ラッキーだけど、ちょっと待って、ちょっと待って、1階やばいんだって。マジで1階やばいんだって。いやいやいや、これ破壊工作が相当進んでるわ。どうしよう、一回行きたい。一回に一回行きたい。こちら？こちら？そういえば俺羽って持ってるんでしたっけ？持ってない。一回行きたい。ちょっと、サーコが本当に俺の気を散らしてくる。怖いな、ゾンビ。あー、なんか壁に書いてある。絶対壁に書いてある時って罠なんだよ。床が抜けるとかさ。俺は学んだよ。
回照らそうか。なんかおかしいところある。ないよな。絶対罠なんだよ、もう床に。うえい、肥料。ネイルスクラップやな、もう。肥料2個は持ち帰ろう。で、プラスチック1個しまおう。プラスチックじゃねえ、それ。これだよ、これ。赤い字イコール罠だから。なんで？特になんもないじゃん。向こう側だな、これ。向こう側だな。向こう側危険地域だな、そしたら。どうやって行くんだよ。行けないじゃん。あ、こっから上から行けって話。あ、箱見っけ。マインって書いてある。地雷だぞ、地雷。地雷があるわ、そしたら。どうしよう。どっから入るんだ、これ。この感じだとこっちだな。こっちか。こっからジャンプしてけって感じか。マインって書いてあった。マインとか見せかけての落とし穴とかだったらやめろよ、マジ。よし、大丈夫。騙されねえぞ。オッケー。地雷なんてないじゃん。あれだ、地雷。見える？ほら。だって俺、あれ撤去すればいいのよ。うわぁ！いや、自分でやったんだけどね。自分でやったんだけど、本当に爆発するとは今思ってなかった。で、一個だけ？一個だけ？一個だけ？じゃあ俺めっちゃ今走ってきたじゃん。この間大丈夫かっていう話よ。待て待て待て、本当に一個だけか？見えねえ。多分一個爆発した時点でさ、虎になっても爆発してるよね。多分大丈夫だな。オッケー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 。ふぅ。これ相当いいアイテムじゃないぞ。俺許さんぞ。秘伝スター式たー。はい？いやかよ。まあ、取れるからよしとすよ。で、どうやって帰んのこれ。椅子？で、マインはマインだったってことかな。うわあ！貞子が裏から出てきた。びっくりした。貞子じゃない、マツコだ。びっくりした今。めっちゃ走ってきたやんこいつ。うわあ。あーもう中にいたりしねえよな。おお、すげえすげえぞ。すげえぞ。すげえけど、これどうしよう、俺。ちょっと待って、今のびっくりでも、ちょっと手が震えてるんだけど。とりあえずこれウェアしようか。あら。あ、もうこっちの方がいいか。これ値段的に上だな。あ、もう貞子が、貞子ちょっと除去らないと無理だわ、俺。ちょっと一旦キープ。一旦キープで。クリアリングしよう、まず、ここ。この建物。アンロックだよ、ここ。アンロックだよ、ここ。ゾンビさんいらっしゃいますか？ゾンビさんいらっしゃいますか？ゾンビさん。いた！ゾンビさんいた。あ、ちょ。気づくなよ。よし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 。一匹いたということはもう一匹ぐらい裏にいるんじゃないの？こっそりこっそり。ほい！いなーい。
一回でも起きたい。まあ暗くて何も見えない。階段行きたい階段。そして貞子、下の貞子をじくりたい。でも夜に貞子に出会ったらさ、まずいよね。なんなのここの、こっから下に行けって話？いや、そうだな。え？外経由するやつだっけ、ここ。マジか。階段行けないじゃん。ピストルブック。あら。階段行けない部屋かよ。気のせい。下のアンロックの部屋、一回見とけばよかった。ここって、床抜けたりせんよな。床抜けたりせんよな。このね、ガンセーフのあるところは床抜ける確率が高確率なんだよね。ガンセーフに飛びついたら負けっていう。いやーゾンビ。DNA テスティング出たー。夜この部屋来るのまずいだろう。いや、マジかよ。夜はまずいって。これあれでしょう。階段どこ？この階まずいって、この階まず、まずいから一回こうしよう。こうしよう。この階まずいって。これ、これフェラルゾンビの、フェラルゾンビの格納されてるフロアでしょう。そうでしょう、きっと。DNA って絶対フェラルゾンビ格納してる部屋でしょう。絶対 DNA ってフェラルゾンビだわ。下の部屋もうちょっと探索しないといけないのに。あやだ、あやだ。絶対やだ、絶対やだ、絶対やだ。こっちなんなのよ。トイレかよ。トイレやだな。トイレゾンビ降ってくるんだよね。見えねえ。いない？いない？え、これ、これって違うよね。いる？いない？いるいるいるか。階段どこ？階段。ここクリアリングしたくないけどな。いやー、ゾンビいっぱいいる。どうしよう、どうしよう。こっち逃げるか。よし、かかってこい。はよ。2、1、0。あれ、もうちょい。あと一回これ、松明取ろうぜ、松明。松明取ることによって、俺が暗闇に紛れて、あいつら壊せよ。壊そうよ。ちょっとそこ壊そうよ。なんで、なんでドアを壊せない。あーもうやだ、あーもうやだ、あーもうやだ。なんで俺がドア壊しに行かないといけないんだよ。アンロックドじゃねえか。と思っただろ。ここ暗いんだよ、よく考えたら。大丈夫、暗いとバレないから。こっそりこっそりヘッドショット決めれば俺の勝ちだよ。俺バレないから、バレないから、バレないから、バレないから。頭どこ行った？どこ行った、どこ行った。頭たんな、頭たんな。焦る、出ない。よし、もう一人いたろう。
もう一人どっか廊下に逃げたろ。やばい。なんで右にいるんだ。お前生きてるのか。あ、ヘッドに当たんない。よし、この子を仕留めたろ。廊下に行ったやつどこ行ったんだよ。ちょっと待って、廊下に行ったやつどこ行ったんだよ。やばいって、廊下に一人絶対行ったんだって。やだーん、ちょっとフィラルゾンビがいる。あ、嘘、頭抜けた。仕留めたか、仕留めたか。よし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 。ってことはやっぱ後ろクリアリングしとこう。俺こっちに逃げてくるから、こっちの部屋のやっつけとこう。ナイフで、うわえパパラブ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 ラなんもないね。あっちの角にね、なんか、あれがあるかなって思ったんで、今。この部屋入るの怖えわ。ほいほいはいはいクリア。ここ床抜けても全然下の部屋大丈夫だもんね。なんもねえじゃん。よしよしよし。階段行きたいな、階段。階段行きたいよ。よし。これでもうとりあえず、前後ろから攻められることはなくなったんで、上をクリアリングして、はい、ゾンビが来ました。よし、止めた。見えねえな、あそこのゾンビ。よし。いや、76本、大丈夫。ああ。そこにいるのかどうかわからん。見えねえ。多分いないだろう。ここだよね、俺がフェラルゾンビに追われた場所。じゃあこの奥危険地域だな。ちょっと、そうだよね、俺ここ走って逃げた記憶があるわ。湧き直すんだよね、ここのゾンビ。なぜか、ちょっと離れたら。気をつけないといけない。暗っ。どこに行くね、俺。そこの部屋か。ゾンビか、それ。違う。あー、もう一回アイテムしまいたいんだって、俺。一回アイテムアイテムしまいたい。え、白ゾンビー、何この部屋。いや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 、こんな部屋前なかったから。白ゾンビ、はい、どうしようか、どうしようか、俺ちょっとやべえな。
よし。飛び出した。あれはただの白ゾンビか？まとっていないからただの白ゾンビだよね。ただの白ゾンビだったらそこまで恐れることは。ただちょっとこれぴったりでいいのかな、この距離だったら。よし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 、ただ問題は奥になんかさ、モヤモヤしてるのいたよね。絶対いたよね。いるー。いやー、こいつも目光ってるし、これも白ゾンビだろ、多分。こっち強化ガラスだから割るわけにいかないし。あっちが破れたってことは、あそこから行けば行けるかな、ちょっと。ただ明るいから、ここ場所バレるな。誰か松明焚いたの、ここ。明るいんだけど。頭見える？これ頭？あー、これペラルだな、絶対。よし、倒した。ペラル倒した。こいつはいずりだな。問題こいつなんだよ。なんだけど、手前ちょっとチェックしよう。オッケー、あいつだけだな、あと。もう、なんだろこいつ。あー、これ、あれだ。スパイダーだ。よし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 。やったろ。もう一発ぐらい？強っ！ちょ、バレるね、バレるねよ。頭見えねえ。やばい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 、バレる。仕留めたか、今の。今の俺仕留めたのか？仕留めてない、仕留めてない。仕留めてない、仕留めてない、仕留めてない。仕留めてないんだって、仕留めてないんだって、仕留めてないんだって。ちょんちょんちょい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 、こんな狭い部屋で。こんな狭い部屋で二人っきりなんてやめて。よーし。はぁ、もう。こいつは結局？あ、こいつフェラルじゃなかったんだ。上は？上なんもないだろうな。上なんもない。クリアだな。朝になったね。お、宝や、宝じゃない、レシピ。なんて？コップアン。コップかよ。警察官なんて出会いたくもねえよ。プラスチック。こっちからクリアリングしとこうか。なんもない感じ。とりあえず貞子どうにかしてさ、イメトリ掃除したいんだよ。階段行きたい。階段、これ階段、これ階段じゃね、階段じゃね？階段じゃねー。
ここ階段じゃねー。ちょっと待って、階段どこだったんだよ、そうしたら。え？階段どこだったの？え、階段絶対あったよね。どこだったの、階段。これがさっきの場所。ちょっとここら辺じゃね、階段。あった！ここや。ここや、ここや。いや、もういっそのこと下まで行こう。貞子が気になって仕方ないんで。もう見てよ、ここ。ちょ、これまだ1階じゃねえわ。絶対大穴開いてるわ。一晩中穴掘ってたからな、貞子。いない。いた！一晩中かけてこんなに穴掘っちゃったよ。だいぶ穴開けたな。つかこれ、外壁。ああ、にしようか、耐久は。というわけで、じゃあ今回ここで一旦終わりにしましょう。アイテムしまってきて、再開したいと思います。次回ね。いや、まさか一晩かかると思わんかったな。今日フェラルホードじゃないですか。どうしよう。またサラコどっかいる。当たんねえ。立ち止まって。どれくらいで撃てばいいのかな。違うな。止まる気ねえ。矢がどんどん減っていくか。まあいいわ。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録もお願いいたします。うわぁ、木が育ってる。これってどでかい木？というか、作物の育ってる。あらぁ。作物微妙に育ってんな。アロエシードも植えたりしないといけないんで、とりあえずここで終わりたいと思います。で、作物も植え直してから、もう一回ファーマ行こうかな。というわけでご視聴ありがとうございました。セシカでした。